この動画はミスではありません。先日アップした岡田本家さんの取材の動画と同じ画面ですが、この大きな古い建物で練習をされてるサークルを紹介します。今回はフラメンコダンス、フラメンコダンスの練習風景とフラメンコサークルラ・フェンテ代表講師川森真由美さんのインタビューをお届けします。今回は練習風景をお届けします。おはようございます。いらっしゃいませ。はい。練習中にお邪魔します。すみません。じゃあもう一回行きましょうか。はい、まあ、今日はまっすぐのまんまで行きますね。まっすぐのまんま行きます。運動。フラメンコダンスの練習にとっては最高の練習場だと思いました。大きな音がします。床を叩く音がします。それが全く気にならないスペース。これが古い酒蔵です。普段この酒蔵はイベント会場に何かも利用されてるようです。お酒の会なんかが多いように聞いています。楽しそうな練習風景です。私もトライしてみようかな。男性の生徒さんは一人おられるそうです。若い方らしいです。近々開催されるイベントの練習のようです。このコロナ禍でなかなかイベントがなく、出番がなかったように聞いています。
通して川森真由美さんのインタビューをお届けします。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。